ちょっとすごい質問が来ましたけれども、メタルギアサバイブって監督のアイディアだという噂をネットで見ましたが、そうなんですかというご質問です。お答えいただけますか？全然関係ないですよ。全く知りません。監督、ニコ生が万幕がすごいことになってます。いやだって関係ないじゃないですか。だって僕どうしようかな。ですね、僕の中ではですよ、これ僕の中ですよ、メタルっていうのは、ポリティカルフィクションでありエスピオナージものなんで、ね、ゾンビなんか出るわけないじゃないですか。そうですよね。ゾンビなんか出るわけないじゃないですか。皆さんはメタルギアサバイブというゲームをご存知だろうか。知らない方のために簡単に解説すると、コナミから2018年2月に発売されたサバイバルアクションゲームで、正当なメタルギアシリーズの作品ではあるが、シリーズの生みの親である小島監督が一切関わっておらず、以前にあったはずのステルスアクションや政治的要素を全て廃止してしまったため、シリーズのファンからはこんなのメタルギアじゃないとかなりの酷評を受けてしまっているゲームです。皆さんも名前だけなら聞いたことがあるのではないでしょうか。ちなみに Google でのビデオゲーム評価では 22% の高評価を記録しています。参考までに伝説のクソゲーとして知られているデスクリムゾンのユーザー評価ですら 58% である。 58% である。今回はそんなメタルギアサバイブの衰退の歴史を振り返りつつ、どうしてこんなことになってしまったのかを考察していこうと思います。序章、発売前からかそってた。先ほど衰退の歴史を振り返ると言いましたが、あれは嘘です。なぜならばそもそもこのゲームに反映していた時代なんてないのですから。メタルギアサバイブが初めて正式発表された舞台は6年前の東京ゲームショー2016でした。当時は会場でのプレイデモの公開や大人気シリーズの新作という話題性もあり、瞬く間に情報は拡散され注目を集めましたが、デモ映像をよく見ると従来のシリーズでは考えられないようなゾンビの姿をした敵が出現し、おまけ程度のステルス要素と新規のタワーディフェンス要素、4人コーププレイで迫り来るゾンビを迎撃する、これら全てが当時のメタルギアファンには受け入れがたく、かろうじて小島監督の最後のメタルギア作品という思いだけが最後の希望でしたが、数日後の東京ゲームショー2016最終日、コナミを退社して独立した小島監督がプレイステーションのブースに登場し、会場は大盛り上がり、そこで小島監督にとある質問が投げかけられた。メタルギアサバイブって小島監督のアイディアなんですか？この質問に対して小島監督は、全然関係ないですよ。ここでメタルギアサバイブの歴史は幕を閉じたのであった。しかしこれはあくまで始まりに過ぎない。後に起こる大事件に比べたら些細なことでしかないのだから。第1章、オープンベータが全盛期。今作メタルギアサバイブは当初2017年後半に発売を予定しており、発売前にベータテストの開催も決定していた。どんなゲームであれ、PV を見ただけでは面白さはわからない。わからない。無料で参加可能なオープンベータを通じて、多くのユーザーにゲームの面白さを知ってもらう、またとないチャンスだったが、2017年6月、メタルギアサバイブの発売延期が決定。発売を待ち望んでいた数少ないユーザーからも不満が募り、これに対するコナミの言い訳が、開発チームがメタルギアサバイブを磨き上げるための時間を必要としているため、発売が数ヶ月先送りになった。これに対する当時のネットの反応は、そのままお蔵入りになればいい。そもそも誰も発売を待っていない。と、冷たいものであった。しかし、本当に問題なのは、延期後の発売予定日だった。2018年2月21日、これが正式発表されたメタルギアサバイブの発売日である。お分かりいただけただろうか。あろうことか超大ヒットゲーム、モンスターハンターワールドと発売時期をかぶせてきたのであった。売る気ねえだろ。しかし、今さらさらに発売を延期するわけにもいかず、予定通りベータ版は開催された。ちなみに第1回ベータテストでは、
なぜか PC 版だけ対象外になっていた。まあ、些細なものだろう。結論から言うと、このベータテストは、意外にも好評だったのだ。斬新なタワーディフェンス要素と、FOX エンジンによるゲームパフォーマンス。また、現地で素材を調達して、ガジェットをクラフトする、クラフト要素も高評価の、大きな要因だっただろう。メタルギアというタイトルに目をつぶれば、完成度の高い新作タワーディフェンスゲーム、という好印象であった。おそらく当時のゲーマーは、モンハンワールド終わったらちょっと、製品版買ってみようかな。程度にはメタルギアサバイブを、支持していたかもしれない。だが、皆さんご存知モンスターハンターワールドが、異例の大ヒット。数ヶ月後には大型アップデートや、アイスボーンの発売もあり、既存ユーザーを飽きさせない工夫が、見られた。おそらく当時のゲーマーは、モンハンおもろ。メタルギアサバイブ、何それ。と、プレイステーションは完全に、モンハン一色であった。ちくしょう。ならば、この時まだモンハンワールドが、未発売だった。PC 版もトイスチーム版のユーザーを確保し、PC ゲーマーからの支持を得ればいいじゃない。あ、そうだ、PC 版はベータ対象外だった。モンハンワールド発売から約1週間後、第2回メタルギアサバイブオープンベータテストが開催。今回はしっかり PC 版も対象である。やったぜ。ちなみに第1回に比べて、プレステ版は、モンハン発売の影響か。露骨にヒットしづらくなっていたのを覚えている。さてさて、気になる PC 版の評価だが、あまり良いものではなかった。というのも、PC 版のメインユーザーは海外勢であり、ゾンビタワーディフェンスゲームに類似したゲームをいくつも経験している彼らは、メタルギアサバイブに斬新さを感じるわけもなく、むしろ今までのメタルギアを想像していたユーザーからは、メタルギア、スネーク、いないの。オーマイガー、面白くない。と、あまりいい印象ではなかった。ちなみにメタルギアサバイブには、幻の Xbox 版も存在するが、マジでプレイ人口0人なんじゃないかと思うくらいに情報がないので、ここでは割愛させていただきます。結論だが、無料で参加可能なオープンベータテストでは、それなりに人を集めることに成功したが、同時期に発売したゲームの影響や、海外勢の人気を得れず、わざわざお金を出して製品版を購入する、そんな人はほとんどいなかった。しかし、これは覚えておいてほしい。無料のベータテストなら、それなりにプレイヤーが集まったのである。そう、無料なら。第2章、発売から3日後には、過疎ゲー。2018年2月21日、紆余曲折あれど、ついに発売日がやってきた。ちなみに私が購入した PC 版は、1日遅れでリリースされることが発表されていた。まあ、些細なことだろう。どんなゲームであれ、製品版をプレイしてみたら、あれ、意外と面白くね。となることだってあるはず。PC 版が1日遅れでリリースされるため、当時ゲームの評価が気になっていたウプ主は、不意に掲示板を覗いてみた。気になるプレステ版の評価だが、やはり賛否両論あった。ゲームのシステムに関することや、ストーリーに関する指摘が目立ったが、そんなことよりも、当時は論争が起こるくらいには、プレイヤーがいたことに、少しだけ嬉しかった。プレステ版が発売され1日後、2018年2月22日、PC 版も満を持してリリースとなった。もちろんこんな動画を制作するくらいには、メタルギアサバイブが好きなウプ主は、発売日の0時にプレイすべく、PC の前で全裸待機していたが、その日、メタルギアサバイブが発売されることはなかった。風邪ひくわ。どうやらスチームストアでトラブルが発生していたらしく、数少ない PC ユーザーから再び不満が募った。その影響か。発売3日後にウッキウキで、イージーモードの初級ミッションで、クイックマッチをかけてみたところ、まさかのヒットゼロ件だったことを鮮明に覚えている。この時点で PC 版は過疎ゲーと化していた。そんな感じでさすがの私も、ストーリー全クリ後に引退してしまった。むしろ、ストーリー全クリまでソロでよく頑張ったと、当時の自分を褒めてあげたい。
第3章、チーターサバイブ。私が引退した後、アップデートや新イベントが、それなりに実装されていたらしく、ほとんどいないユーザーを飽きさせない工夫が見られた。しかし、後で聞いた話ではランキングイベントと呼ばれる、同じプラットフォームのプレイヤー同士でランキングを競い合う、競争性のあるなかなか面白いイベントが登場したらしいが、ランキング入賞者の装備を確認すると、大抵がチーターだったらしい。数少ないユーザーのほとんどがチーターであった。それはもうチーターだらけであった。まあ、普通の運営なら、こんなに堂々とチート行為をしているユーザーを見逃すわけもなく、当然バン待ったなしであるが、発売から4年が経過した現在、バンされたチーターの数は、ゼロである。ゼロである。というのもバン報告が上がっておらず、ランキングイベントが開催されるたびにチーターが入賞していたことから、運営がプレイ人口水増しのためにわざとチーターを見逃しているという根も葉もない噂が流れ、一部からはチーターが生き残る現状とタイトルをかけてチーターサバイブと言われていました。ちなみに言ってたのは私です。ごめんなさい。このようにメタルギアサバイブというゲームは発売してからずっと日の目を見ることはありませんでした。しかし、どんなものにもチャンスは訪れます。メタルギアサバイブの黒で塗りつぶされた黒歴史に一筋の光が差し込みました。発売から約1年後の2019年5月、メタルギアサバイブがフリープレイに登場。一気に全盛期以上に盛り上がる界隈だったが、この時は誰もまさかあんなことになるなんて思ってもみなかった。次回、第4章、一斉版。後半に続く。